はようございます。今日は3日目の朝、移動後3日目の朝です。なんともですね、時間が早いのか遅いのかよくわからないです。とりあえず朝回めちゃくちゃ息が上がるほどトレーニングしたりするんで、そこでメンタルがリセットされるんですよね。でまた、長時間あんまり慣れてない、手足を動かし続ける、力を入れるという作業に入るんですけれども、まあでもだんだん慣れてくるんでしょうね。いろいろわからないことも、まあ、覚えてくるでしょうし、なんでしょうね、ちょっといつも通勤の時に私を追い越していく人がいるので、先に行っていただいてからゆっくり話すことも、なんかいろいろ考えるんですけど、いざビデオ回すと忘れてしまうというか、いろいろ会社組織とかについても考えていい機会になってますね。いろいろ、まあ自分自身はいろいろ思い上がりもあったかなと、前の職場でちょっとね態度がでかすぎたりとかねしたのもあったかなと、今いろいろ反省もしております。まああんまり反省っていうのはね、反省ざるって、松島雅俊さんも言ってますけれども、反省というよりは、まあ、自分の失敗は失敗として認めてこれからに生かしていくということですね。仕事においては、まあ、ちょっと新しい職場になっちゃったんで、あまりプライベートの時間を調整とかが、まあ、緊急の場合は対応してくださるっていうのが会社のありがたいところでもあるしね。こうして話すといろいろ、まあまあ元気に自分は生きてるわけですからね、ありがたいことです。ドロドロした気持ちを吐き出すっていうのも考えるんだけど、いざあれですね、やっぱなんかいい話とかを配信しようというふうに根本はあるので、自分自身なんかいいですね。まあまた職場入ります。3日目の朝です。明日ももしビデオを撮れるようだったら、録画します。ではでは、お疲れ様です。おはようございます。左遷となって転勤4日目の朝、雨が降っております。雨なので YouTube の撮影は中止と思ったんですけど、そういうのはいかにかん、傘をさしてでも撮るというね。4日目は木曜日です。ちょっと周りを見回すと、周りの状況にだんだん慣れてきてるので、まあ同僚というか
会社で一緒の人もいるので、なんかあんまり大きな声で話してると恥ずかしいなと、何やってんだあいつってなるんで、4日目の心境、朝はとりあえず、遅刻しないように電車に乗り込んで、まあ、なんか通勤トータルで2時間近くかかっちゃうんですけどもね、うまいこと朝まず電車に乗り込めた時点で一旦ホッとしますね。そしていろいろ考えながら歩いてて、いい話をしようとネタが浮かぶんですけど、いざビデオを回すと特に何の話も出てこない。プレッシャーは時間が、今後自由な時間が本当取れないなっていう感じだけですね、今は。とりあえず、真摯に、もうなんていうか取り組んでいくということです。負けないっていう気持ちの本当のところが今学べてます。頑張ります。ではちょっと両手が塞がってるのでここまでで、また、週末に向けて頑張ります。後ほど、バイバーイ。おはようございます。今日は左遷の移動先になってから、5日目金曜日の朝、勤め先の近くまで来ました。とりあえず明日明後日は土日でお休みなんですけれども、昨晩ちょっと残業をしまして、ちょっと昨日入り遅くなったんですよね。いろいろあります、いろいろありますが、今ちょっと黙ったのは、いつも通り抜ける小さな公園のベンチで、同僚の方がお一人、なんか瞑想してるのかなと思ったんですけど、朝ごはんを食べてたんですね。ちょっと静かにしました。なんともこれからちょっとね、この最寄りの駅からバス乗っている時間、バス乗ると15分なんですけれども、歩くと、昨日夜バスがちょうど行かれちゃったんで歩いてみたら、45分ぐらいで会社に、職場に着きました。ということで、そろそろ来週あたりから、毎朝毎晩のウォーキングのトレーニングも盛り込んでいこうかなと、そして仕事に対する体制をつけていくという計画を、いろんな意味でゲーミフィケーションですね、進めていこうと思っています。ではでは、週末に動画を上げます。今日は天気がいいです、暑いです。また、私の YouTube チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。逆光で見えない。バイバーイ。
ー。